これ音出てんだっけ？出てないよね。出てない。出てない。通り道はない。この方が通れますかね。あ、そうですね。こんばんは。今日はお越しくださいましてありがとうございます。演奏していきたいと思います。ピアノはおかえりあみ、サックス松井幸喜でお届けいたします。ありがとうございます。最初はスタンダードの We'll be together again という曲からやります。Thank you.
ありがとうございます。僕の曲でミラーズミラーズという曲をお届けしました。次はデューク・エリントンのナンバーでメランコリアという曲です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。プアバタフライというスタンダードをお届けしました。このセット最後におがりくんの曲で悲しい青空という曲をやって少し休憩いたします。
帰りは見るまずいです。少し休憩いたします。
待たせしました、セカンドセットを始めます。最初は私の曲から始めます。ミブローという曲です。引き続きお楽しみください。
ピアノの小川里くんが今年の何月ですか2月に、ギターの井上芽衣くんとのデュオのアルバムを作って出しました。今日はその中から、そこに入ってる曲をお届けしたいと思います。 Amazon とかでも売ってるんですか？はい、はい、Amazon でも売ってます。小川里亜美で検索して見つけてみてください。聞こえない波という曲です。
Thank you.
聞こえない波っていう小川くんの曲やりました。その後僕のスクエア、あ、スクリー造語なんですけどスクリーっていう曲、そしてスティーブ・スワローのフォーリング・レイスという曲を続けてお届けしました。今日の最後にまた先ほど紹介した小川くんの新しい CD に入っている彼の曲で静かな影という曲やります。今日はありがとうございました。ピアノは小川亜美です。サックス松井幸喜でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
Thank you.
ありがとうございます。おかえりアミー。松井幸喜でした。どうもありがとうございました。